はい、日本美術で元気にする、日本美術で世界を元気にする海外骨董買取プロ集華堂の田中でございます。毎日オークションさんがねこの間、やったんですけどね、あこれからかこれ31日です。あこれ31日ね、はい、まあね最近この草間彌生さんがねまたますます高くなってきてですね、もう大変な騒ぎになってますね。このかぼちゃなんかも一体いくらいくんでしょうか。付箋したけどこれなんだろう。あこれはうちが出すやつか。それはまあ、はい、うちが出すやつはまあいいや、はい、この話題とあんま関係ないから。まあ、草間さんね、まあ、これで何ページか、まあ、別にそれはどうでもいいんですけど、まあ、要はですね、サムホールサイズがねちょっと前まで1000万ぐらいあったんですけどね、今もう3000万とか4000万とかね、もうなんかちょっと異次元の世界に入ってきてる感じです。でかいもでこれもあのその瞬間風速的なものかどうか分かりません。でこれ何個かちょっと今確認してませんけど15号とかいうと2億を超えてるみたいな世界に入ってきてまして、まあ売る人も買う人もちょっと相当大変ですけども、まあやっぱりその天井知らずで上がっていくっていうその草間さんのそのエネルギーというかですね、まあなんだろう、不滅のビットコインみたいなね、ビットコインって上がり下がりあるけど草間さんって一本調子で上がっていくっていうイメージで言ったらですね、まあすごいゾーンに入ってきてる作家ですよね。まあそういうことで、まあ売りたい方買いたい方いらっしゃいましたらぜひお問い合わせいただければと思います。まあでもね、買いたいって言ってもなんかそんな感じでパカパカって手に入らなくなってきました。もう高すぎますね。まあでもある意味で言ったら日本の作家さんも本当は草間さんぐらい高くなってしかるべき作家さんいっぱいいると思うんですね。まあこれからそのやっぱり世界性を帯びるってどういうことかってことを草間さんをね材料にねいろんな作家が考えてみるのもいいかもしれません。やっぱり強化されてるってことはもちろんマネーゲーム的な要素もありますけれども、でもそこは真剣にちゃんと捉えて、まあ歴史的な意味であるとか作家個人 の, そのエネルギーであるとか文学性であるとかちゃんとなぜそこまで世界で評価されていくのかっていうことは日本人も、それから作家もバロンも、よく考えて仕事をしていく必要があるんではないでしょうか。ということで、海外骨董買取プロの、まあ、LINE 査定はこちらの方です。それから集華堂のホームページはこちらです。はい、ありがとうございました。